タワーの上部に設置の精神装置精神装置の詳細。計2箇所に設置 W 棟、ハルミアイランドトリトンスクエアは、東京都中央区晴海一丁目にある3棟のオフィスビルを中核とした複合商業施設並びに住居群である。通称、略称は、ハルミトリトンスクエア、またはトリトンスクエア。前川国尾が設計した日本住宅公団の晴海団地などがあった場所を、 住宅公団の後ろ身である都市基盤整備公団と、春海一丁目地区第一種市街地再開発組合の施行で再開発した。第43回 BCS 小受賞。商業施設である春海トリトンは重症アーバン開発が運営する。戦後の住宅不足の解消を目的に発足した日本住宅公団が埋め立て地である。 はる一丁目地区に1957年から翌年にかけ建設したはる団地の老朽化を踏まえ、その跡地を呼び、周辺の総面積約10ヘクタールを都市基盤整備公団と再開発組合による施行で再開発を行い、中央区のマスタープランに基づき、食、釉、銃のミックスユースをコンセプトとした新しい街づくりに取り組んだ。 1992年の都市計画決定を経て、バブル崩壊の厳しい経済状況を乗り越え、1994年3月、第一期工事、1997年6月の第二期工事着工を経て、2001年4月14日にオープンを迎えた。東京駅から 3km、銀座から 2km のロケーションに位置する都心に、比較的に近く、 まとまったエリアを持つ春道区のウォーターフロントをいかに再生するかを基本テーマに据え、全体構成、配置計画については、業務から住宅、商業、文化の用途複合化のために、明快な用途ゾーニングを行うととともに、平均容石700%という高用石を実現するために、メリハリのあるボリューム配置によって、 超高層オフィスと住宅が自然に共存できるような配置計画としている。浅潮運河の上にはトリトンスクエアの入り口と勝土基地区を結ぶ全長94メートルの動く歩道であるトリトンブリッジも架けられ運河上の強い風雨をしのぐ快適な移動空間を実現している。海に囲まれた街である晴海をギリシア神話の海の神であるトリトンと掛け合わせ、さらに トリーイコールトライイコール3をキーナンバーに食、優、十の三つの都市機能の調和性と前期でもある三棟のタワービルのイメージを合わせて命名された。また、この三棟のオフィスタワーの他に W 棟があり、この四つからスクエアと名付けられた。XYZW の四棟のべ約38万平方メートルのオフィスがあり、グランドロビーとホールを取り囲む。 様式地西側に集約して配置。近接して配置された XYZ の超高層トリプルタワーを群像系として一体的にデザインすることで臨海部における新たなランドマークとなることを意図した。また、超高層ビルにおける冬揺れに対する居住性向上のためトリプルタワーを胸間連結精神装置で連結する世界初の試みを行っている。 オフィスゾーンは2万人の就労人口を見込み、ワイムネには住友商事本社やグループ企業が移転してきたが、2018年9月末までに完成した大手町プレイスイーストタワーなどへの移転が完了している。2020年東京オリンピックパラリンピックの開催を控え、ワイムネ及び XZ ムネの一部には大会組織委員会が入り、ワイムネには ヘッドクォーターが置かれ、総勢3800人余りの職員が勤務する。しかし、オリンピック・パラリンピック開催の1年延期に伴い、一部、賃借契約が、当初の閉幕タイミングとなる2020年9月に、満了するため、機能の一部を、江東区大見のテレコムセンターに移転した。主なテナント浅潮運河に対して港町に船が停泊しているを、 イメージコンセプトに据え、運河沿いに作られた400メートルほどの桜の散歩道のほぼ中央に入り江に停泊している船をイメージに建てられたトヨタモビリティ東京中央春見店があり、花のテラス、水のテラス、緑のテラスも広がる。内部はトリトン通り2から3階の2層にわたる吹き抜けとなったモール空間で飲食、物販、サービスなど、 約60店舗が営業する。第一生命が創業50周年を記念し、1952年に本社を置く有楽町の第一生命館6階に設置。貸しホールの草分けとして親しまれた。しかし、第一生命館が同じ外区にあった農林中央金庫有楽町ビルと共に一部外壁を保存の上、DN タワー21として建て替えられることになったため、 1989年に一旦閉館。トリトンスクエアのランドマークとなるトリプルタワーの足元に再興され、2001年11月にオープンする。クラシック音楽を主体としたホールとして運営され、客席数は767席。ハルミアイランドトリトンスクエアビュータワー民間マンション、及び分譲の権利者住宅。 UR の分譲住宅と賃貸住宅、都営住宅、中央区民住宅を合わせ、約1800戸、延べ床面積約19万4000平方メートルで構成され、5階建て中層から50階建ての超高層まで多様な住棟が供給されている。これまでの住宅居住者がスムーズに戻り、入居できるように、住宅施設を一気工事として先行して整備した。 夏の時期は8月31日まで1階の水のテラスにてトリトンビアテラスを開催。また2階グランドロビーにてたびたび展示や催し物なども行われている。クリスマスシーズンには X、Z 棟の2階エレベーター前にクリスマスツリーが飾られる。願い事を短冊に書き吊るせるようになっている。七夕のシーズンも同様である。 春見ライナー撮影に適した諸書,書の条件を満たしているため、雑誌やテレビ撮影等でロケ地としても使用されている。下記はその一部である。ありがとうございます。